さあ世界中のボクシングファンが注目する井上尚弥選手の大一番がやってきました。村田さん、いよいよ始まりますが、どんな試合になりそうでしょうか。まあ、ドネア選手がどれぐらいの仕上げだったかというのが気になりますね。やはり前回の試合でお互いにいろいろと感じたものがあるでしょうから、それを今回の試合にどうアジャストしていくのか、まあ、楽しみですね。はい、一つ勝負のポイントになりそうなのはどの辺でしょうか。ここ序盤だと思いますね。序盤にしっかりドネア選手が井上選手のパンチをしっかり見切って、もらわないようであればこの試合長引くと思います。どうでしょう、井上選手はやっぱりもう序盤から仕掛けていく感じなんでしょうか。と思いますね、仕掛けていくと思います。今こちらライブ映像ですね、控室の様子が映っています。井上選手ね、まあ、今までで一番の仕上がりだと言っていたから、かなりの自信があるんじゃないかと思うんですが。そうですね、はい、長谷川さん、はい、長谷川さんは今回の試合どんなところがポイントになると思われますか。まあ、そうですね、13ラウンドだという人もいれば全く別の試合になるっていう人もいますし、はい、これはやってみないとわからないんですけど、まあ、2年7ヶ月前より2人とも確実にレベルは上がってますし強くなっているので、まあ、前回以上の、ハイレベルな、すごいいい試合が見れると期待してます。はい、山中さんはどの辺に注目なさってるでしょうか。はい、まあ、今回も本当に、レベルの高い試合になるのは間違いなさそうですけど、やはりドネアの左フックに対して、はい、井上選手の攻撃に対してドネアが、うまくどこで左フックを、当てれるか、そして、井上選手はもらわずに、うまくどこだけ攻撃できるかというところが注目ですよね。山中さん、どうでしょう、やっぱり前回の試合とは全く違うような試合展開になるんでしょうか。まあ、ドネアが少し待って、フックを狙いで、待ちのボクシングをするのか、まあ、井上選手は、自分からスタートから積極的に行くでしょうからね。それに対してドネア選手がどういうふうな戦い方をするのかっていうところも、予想できますよね。長谷川さん、はい、まあ、やはりドネア選手というと左フックが印象的なんですが、はい、井上選手に、ね、先日お話を伺いましたら、2ラウンドの左フックは正直効かなかったと、ただ9ラウンド目の右ストレートが効いたというような話だったんですが、だから左フックだけ注目するわけにもいかないですよね。まあ、左フックも強いんですけど、僕はドネアのすごいところはジャブに合わせた右のストレートのカウンターが本当にうまいと思うので、まあ、今回もこれを自然に出してくると思いますから、井上選手がどういう対策をしているかというのも見ものですね。まあ、井上選手は、ね、今回、まあ、お互いに手の内はある程度分かっているが、いろいろ引き出しはまだ出していない引き出しがあると、ですからどんな引き出しを出すかの戦いだと言っていましたが、長谷川さん、井上選手どんな引き出しを出してくると思いますか。いや、まあ、井上選手は前回の試合は右目がやはり見えにくく戦った、ほぼ片手で戦ったという話をしていたので、今回、まあ、そういう意味では両目で怪我なく戦えれば両目で戦うので、まあ、前回以上の引き出しパフォーマンスは見せてくれると思いますね。さあ、村田さん、井上選手はどういう引き出しを出してくるんでしょうかね。まあ、何でもできますので、カウンター待ってよし、待ってよし、自分から打ちに行ってよし、そして全てがハイレベルでできますので、まあ、どんなボクシングを見せてくれるのか楽しみですね。どうなんでしょう、やっぱり KO 決着ということになりそうですか。KO 決着十分にあり得ると思います。ただこの2人が戦いますので、どんな展開も予測できますので、逆に言うとどんな展開も予想できません。予想できないって本当にわからない試合っていうことですよね。はい、そしてですね、この後スペシャルゲストが登場するということで、なんとモンスター井上尚弥選手の入場曲を布袋寅泰さんが生パフォーマンスしてくださる。そうなんですね、布袋さんの生パフォーマンスというのは尚弥選手の熱烈なオファーを受けての実現となったということで、なかなかこれは、いやいや、こちらも贅沢だね。贅沢なオープニングパフォーマンスになりますね。はい、さあ、日本が誇るモンスター井上尚弥選手が日本人初の3団体統一という伝説に向けてドネア選手と戦います。出会ったからには一撃で仕留めなきゃならない。だから秒速ノックダウンも極ジェットプロ、強力ジェット噴射と有効成分イミプロトリンでゴキブリを秒速ノックダウン。暴れさせない、隠れさせない、羽ばたかせない。
極ジェットプロ。恐れたら何もできない。やるって決めたら全力でやる。一日一日自分が納得できたか。僕たちはいつだって今を生きる挑戦者だから。誰だって人生のチャンピオンになれる。転職相談ならワークポート。伸縮性があり動きやすいウェアタイプ、ジェルシートいらずのシックスパッドパワースーツ登場。伸縮性があり動きやすいウェアタイプ、ジェルシートいらずのシックスパッドパワースーツ登場。あの日生まれた36分間のドラマ。ああいう戦いをしたことがなかったんで、いやもう楽しかったですね。血がたぎる真の戦い。I thought it was an amazing fight. I came in there just with the heart of fight. 級で戦うにはもうドネアぐらいしかいないのかなと。宿敵がモンスターの心に火をつける。まあ、今回は日本史上初の3団体統一、でかい試合でこのドネアと戦える、やっぱり一番モチベーションも上がる相手ですし、まあ、ただその気持ちはもう今回で終わりにしたいんですよ。今回の試合でもうやり尽くしたと、これで引退できるっていう花道を作る。 Life is about reaching the best of one's capability. I will always reach for the best of me. It doesn't just stop. 5階級制覇のレジェンドは今もその牙を研ぎ続ける。 I think I'm in peak weight. In my peak, I am youthful again. まあドネアの株を上げてしまったなっていう。次は本当にこのドラマにするつもりはないのか。判定決着はないかなと。まあ今回はもうしっかり KO を勝つ。Of all the training that I put into it, of all the things, the years of experience will be all be utilized and used for this fight.あれから2年7ヶ月、再びここで巡り合うドラマの結末は、世界バンタム級王座統一戦、井上尚弥 VS ノニト・ドネア。Ladies and gentlemen, the time has come for the bout you've all been waiting for, the unified bantamweight championship of the world. And now please welcome the boxers as they make their way to the ring. And now joining us in the center of the ring, accompanying the three-division world champion, here is the world-renowned recording artist. Please welcome Tomoyasu Hotei.And now making his way to the ring from Zama, Japan, here is the WBA and IBF Bantamweight Champion of the World, introducing Naoya Monster Inoue!
7ヶ月前の埼玉でも井上はこの布袋寅泰さんのキルピルのテーマで戦いに向かいました。そして今回はさらにご本人の生演奏を受けて、あの日と同じ埼玉のリンクに向かっています。さあ長谷川さん、対戦の時が来ました。そうですね、いい表情してますね、井上選手。はい、一方で山中さん、はい、前回ドネアの左フックの前に傷を負った井上の姿というのもやはり記憶にはよみがえりますか。そうですね、ドネア選手の、左フック、そして右ストレート、そして井上尚弥選手の、左ボディ、そういったところがどこで、出るのかというのを注目ですよね。準備は整いました。2年7ヶ月前決着をつけたはずのドネア戦です。しかしあの日勝った自分にあえて誤算があったとするならば、それはドネアの評価を上げてしまったことだと井上は話しました。雪辱を誓うドネアを倒し、日本人初の3団体統一、そしてその先の夢の4団体統一へ、日本が誇るモンスター井上尚弥、決戦のリングに向かいます。ドラマイン埼玉と歌われた前回、しかし今回はドラマにするつもりはない、井上はそう宣言しました。 WBA IBF 世界バンタム級チャンピオン井上尚弥、今リングイン。Making his way to the ring from Las Vegas by way of the Philippines, here is the WBC Bantamweight Champion of the World, the Filipino Flash, Nonito Donaire. Two years, 7 months ago, lost that match. After that, Donaire has focused on the fight with Inoue strongly. And at the same time,次は倒せる、そう確信したと言います。長谷川さん、はい、あの井上戦以降ドネアは圧倒的内容で2連勝、世界タイトルも WBC で取り戻しました。現在のドネアの力どう感じてますか。まあ、井上選手が言ったように、まあ、判定では前回負けましたけど、それで井上選手とここまでやれたという自信がついて WBC のチャンピオンになり、そして初防衛戦もしっかり KO で勝って、まあ、前回の2年7ヶ月前よりは確実に今回は強いドネアで来ていると思います。山中さんはどうでしょう、はい、39歳になったドネアの今は。はい、まあ、あの長谷川さんの言うように、2年7ヶ月 前に、井上選手と戦ってからの、それからの2戦というのは素晴らしい内容だったんで、ドネア自身も、すごい勢いに乗って、今回の試合を迎えているでしょうね。そのドネアを先にリング上で待つ井上尚弥、その井上のもとへ雪辱の思いを胸に歩を進めるレジェンド、ノニト・ドネア。プロキャリア21年、初の世界チャンピオンとなってから15年、この間5階級で世界を制覇してきたレジェンドです。そのレジェンドがこの戦いをキャリア最大の一戦と語りました。WBC 世界バンタム級チャンピオン、世界5階級制覇の英雄、ノニト・ドネアの入場です。あれから2年7ヶ月の時を経て、再び同じリングへと導かれし2人の英雄です。
WBC チャンピオンのドネア、 WBA IBF の王者井上尚弥、二人が持つ3本の世界のベルトを束ね、夢の4団体統一へリーチをかけるのは果たしてどちらか。今ノニとドレアのリングイン。 And ladies and gentlemen, at this time we ask you to please rise for the playing of the national anthems of both fighters, both world champions。試合に先立ちまして、両選手の栄誉をたたえ、両国国歌を演奏いたします。ご来場の皆様、埼玉スーパーアリーナ正面国旗に向かいまして、ご起立、そしてご脱帽のほどお願いいたします。これから両国国歌の演奏です。Ladies and gentlemen, good evening and welcome. Nippon no boxing fan no minasama, konbanwa.Saitama Super Arena here in Saitama, Japan for the featured bout of the evening brought to you by Ohashi Promotion in association with Tekken Promotions. This bout is sanctioned by the WBC, the president in attendance, Mauricio Sulaiman, and the supervisor is Dwayne Ford. The WBA, President Gilberto Jesus Mendoza, supervisor Carlos Chavez,The IBF, the president is Daryl Peoples, supervisor Tsuyoshi Yasukochi, and the Japan Boxing Commission, the commissioner is Tsutomu Nagaoka. Introducing to you our three judges scoring this bout from ringside. From Monaco, Jean-Robert Lane. From the United States, Patrick Morley. And also from the United States, David Sutherland.Introducing our third man to the ring, the referee in charge. He'll be giving instructions after the introductions from Canada, Michael Griffin. All right, fans, here we go with the main event of the evening, the rematch you've all been waiting for. It's champion versus champion, 12 rounds of boxing for the unified bantamweight championship of the world.And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, live from Saitama, Japan, it's prime time!
Introducing to you first, the WBC champion on my right, fighting out of the blue corner. Entering the ring, wearing blue trunks with orange trims. Fighting out of Las Vegas, Nevada, by way of Talibon Bohol in the Philippines. He weighed in at a ready 117 and 3 quarter pounds. In his remarkable 20-year career, he has an outstanding record of 42 wins, 6 losses, with 28 wins coming by way of knockout. Tonight, in his 22nd world title appearance, ladies and gentlemen, here is the future Hall of Famer, the renowned 5-division world champion, and the current defending WBC bantamweight champion of the world, introducing the Filipino Flash, Nonito!48戦42勝6敗28KO WBC チャンピオンノニト・ドネア。 And his opponent across the ring, the WBA and IBF world champion, fighting out of the red corner, wearing black trunks with silver trim, fighting out of it, representing his home of Zama Kanagawa, Japan. He weighed in at the bantamweight limit of 118 pounds. He is undefeated in his campaign in the ring with a sensational record of 22 wins, no losses, 19 wins coming by way of knockout. Tonight he is making his 18th consecutive world title appearance. Here is one of the acclaimed and renowned stars of boxing and pound for pound greats. Ladies and gentlemen, please welcome the 3-division world champion, the hard-hitting, undefeated, reigning and defending WBA and IBF bantamweight champion of the world, introducing Naoya Monster Inoue! 22戦全勝、19KO、KO 率は 86.4% です。WBA 世界バンタム級スーパー、IBF チャンピオン。井上尚弥です。世界的リングアナウンサージミー・レノン・ジュニアさんによる両者の紹介でした。 WBA、IBF、WBC 世界バンタム級タイトルマッチ3団体統一戦です。ルールは3ノックダウン制の採用はありません。なお採点の途中公開があると昨日まで報道もされていましたが、最終調整の結果採点の途中公開はなくなりましたが、そもそも井上は今回判定決着はないと宣言しています。この試合は通過点に過ぎない、そう話した井上。一方、キャリア最大の一戦、そう話したのはノニト・ドネアでした。さあ、2年7ヶ月の時を経て左フックから入ってきました。天下の宝刀、左フックからまずはノニト・ドネアが牽制をしてきました。さあ長谷川さん、はい、両者がゲームプランをどう考えて入ってくるか。そうですね、13ラウンド目前回の試合から比べると13ラウンド目なんで、はい、まあ、この1ラウンドすごく注目だと思います。井上尚弥はとにかくこの試合を圧倒すると話をしていました。前回の試合はドラマインサイト、まあ、とも歌われましたけれども、今回はドラマにするつもりはないというふうに話をしています。勝った自分に誤算があったとするならば、前回はドネアの株を上げてしまったこと、それだけが誤算だった、そう話をしていました。まあ、1ラウンド目、まあ、もちろん井上選手は調子いいんですけど、はい、ドネア選手も前回以上に仕上げてきている体の動きはありますね、はい、そうですか。足の動き見るとすごくいいです、はい、スタートから左です。攻撃に行く姿勢が見えますよね、はい、ちょっと今日にプレスかけるぞというような動きとも感じますが、井上尚弥はドネアの出方を本人の言葉を借りれば、前回よりもえげつないカウンターを待ってくる戦い方か、それとも前半から思いっきりパワー勝負をしてくるか、待ちかパワー勝負か、このどちらかだと思うというふうに井上尚弥は話をしていました。左フックで狙っています井上尚弥。一方、井上尚弥はスピードで撹乱すること、それをまずファーストプランに考えていたようではありますが、左です。入ってくるドネア、そこに左を合わせていく井上尚弥。まあ、山中さん、ドネアも左フックは殿下の宝刀ですが、はい、井上尚弥も必殺は左フック。そうですね、ドネアうまく距離を保ちながら、はい、攻撃の姿勢に行ってますけど、はい、まあ、井上尚弥選手も、そのパンチにうまく対応はしてますよね、はい。まあ、井上選手のいいところではジャブです。まあ、前回そのジャブを12ラウンド、はい、戦い抜いてきたということで、ドネアも井上選手のジャブの癖、はい、タイミングっていうのは少し
今回は分かってますね、はい、前回ほどもらい方は悪くないですね。そうですか、選手のもらい方が、はい、距離の保ち方、いやいや、そこに右のカウンター合わせでした。おっと、左が出た、ヨメヤの左が出ました。右はストレート、そこに右のヨメヤの左のカウンター、右のストレート。いや、この試合も目がどうやら離せないという戦いになりそうです。今回も1ラウンド目から激しい攻防ですね、左の相打ち。残り30秒切っています。第1ラウンド1人がなくなって左フック、軽く引っ掛けていきました井上尚弥。ヒリヒリするようなこの中間距離での駆け引きです。左から右、井上が振り込んできた左、さらにプレッシャーをかける井上尚弥。左、ドレアが下から狙っていました。右のクロスカウンターですね、完璧に捉えましたね。すごい速い右でしたね。それまでもドネアもうまく距離を取りながら戦ってはいたんですけど、うん、あの一瞬のスピード、井上選手、井上尚弥選手、さすがですね。第1ラウンド終盤でした、本当に終わるその間際でした。この1分で回復できるかどうかっていうのはすごく大きいですよ。もう第1ラウンドの試合時間がないところでしたので、ファイティングポーズを取ったところで第1ラウンド終了となりましたが、井上選手はこれで気持ち的に少し余裕が出ましたね、ただ気をつけないといけないですね、はい、ドリアが今フットワークを生かして自分のダメージを確かめています。第2ラウンドに入りました。この試合は圧倒する、そう宣言していた井上尚弥、その言葉通りの幕切れということになるんでしょうか。これでお互い戦い方は少し変えていかないといけないので、はい、ドネア選手は、まあ、やっぱできるだけ左フク、ドネアの左、これは今度はガードしています。右のストレートから左の井上がギアを上げてきたか。そうですね、やっぱりスピードに差は少しありますね。ドネア左フク、レジェンドがついていけない。左はまたヒットした、ドネア選手のカウンターを警戒してですね、今の選手、はい、左から右です、一発狙ってますからね、はい、差し込んだ、またクリーンヒットだ、ロープを背負っている井上尚弥、チャンス。あの第1ラウンドの最後の瞬間から圧倒しかかっています井上尚弥。しかしここでドネアが井上をロープ際に追い詰めていきます。左フックが井上尚弥、消えた、消えた、チャンスだ、聞いてますね。まとめにかかる井上尚弥、2年間の学校の時を経て圧倒する井上尚弥、なんと決着は2ラウンド、強い、恐ろしいまでの強さ井上尚弥、パーフェクトボクシング。この埼玉の歓声を独り占めしています井上尚弥、宣言通りの圧倒劇。かつて10代の頃、その強さに憧れて何度も試合を見てきたレジェンドドネア、この一戦で完全なる世代交代を告げるべく、井上は過去最高の自分を作り上げてきましたが、
これほどまでの強さを見せようとは。そして今2ラウンドで散ったドネアが満員の埼玉の四方にお辞儀をしました。そして今井上尚弥のもとへ。長谷川さん、ドネアもですね、前回敗れてもう一度井上のもとにたどり着くにはどうすればいいか、うん、出した答えが井上が持ってないベルトを集めることだ。そして実際 WBC のベルトを取ってここにやってきた。そうですね、その強さはさすがというところもありましたが、うん、まあ、それを圧倒的強さでここまで上り詰めてきましたから、はい、まあ、今のドネアだったら井上選手相手にどうなるんだろうという期待感を持たせてここまで来たんですけど、まあ、さらにその何倍も強かったですね。山中さん、これほどまでとは、はい、そうですね、序盤かわいがった時にドネア選手も、いい雰囲気は出てましたけど、井上尚弥選手の攻撃っていうのはそれを増していましたね。A referee in charge, Michael Griffin, stops the contest. He is the winner by way of technical knockout. He is still undefeated. He is now the WBC, WBA, and IBF Unified Bantamweight Champion of the World, Naoya Monster! This time, to make a drama, I don't want to do it. That's what Inoue said.しかし今回もやはりまたドラマでした。2年ただ7ヶ月経って再び拳を交えた両者、なんと2ラウンド井上尚弥完璧なまでの勝利でノニとドネアを沈め、そしてその肩と腰に3つの世界のベルトをいただきました。日本人初の3団体統一、これでいよいよ夢の4団体制覇へリーチがかかりました。正式タイムは2ラウンド1分24秒、テクニカルノックアウト。 WBC、WBA、IBF、WBO、 今リングを降りたドネアの目に何か拭うような仕草を見せましたが、しかしレジェンドは再びここのリングに戻ってきた。やはりレジェンドはレジェンドでした。しかしそのレジェンドの強さを大きく上回ったのは日本の井上尚弥でした。あの敗戦の直後から心の中に火がつき、炎が燃えたぎっている状態なんだ。ノニとドネアは自分の胸の内をそんな言葉で表現してくれましたが、この井上のもとにたどり着くためだけに費やしてきた2年7ヶ月と言ってもいい、そんな時間。しかしそれは井上尚弥のあまりにも強いその一撃の前に2ラウンドで幕を閉じました。さあそれでは3団体を統一した井上尚弥選手のインタビューです。皆さん大変お待たせいたしました。見事3団体ベルト統一、井上尚弥選手です。ありがとうございます。やりました。 Thank you so much everyone. I did it. この地鳴りのような声援拍手、どう感じてますか？いや懐かしい。2年7ヶ月前、ここでドネアと WBSS の決勝戦って以来のこの熱気、本当に力をもらいました。皆さんありがとうございました。 2 years and 7 months ago I fought against Nonito Donaire at the WBSS final and came back here at the same venue. You gave me the power. Thank you. 圧倒的な強さ、まず最初は第1ラウンド右のストレートでした。振り返ってみていかがでしょうか？まずでもその前に、ドネアの左フック、
開始早々、まあ、もらってちょっとこう緊張感がついたのと、まあ、そのおかげでしっかりとピリついて試合を立て直すことができました。まあ、最後の右ストレートはあまり感触はなかったんですけど、ただあのインターバル中映像見たらかなり効くタイミングで入ってたので、まあ、これは自分がやってきた練習間違いないぞと、まあ、そういう思いでまた2ラウンド入りましたね。 At the very first round I received the left hook from Nonito and that punch made me walk up and I got just stay focused for this threat fight and the answer to this question the last right straightI didn't know it was the right one, but during the intermission, I saw the video and I knew this is gonna be the one. そして勝負を決めたのは井上選手が最も得意とするパンチの一つ、左フックだったように見えました。2ラウンド振り返ってみていかがでしょう。そうですね、まだ2ラウンド目だったので、ドネア の返しの左フックだったりパンチはまだ生きているように感じたので、それほど攻め急がずにまあ、攻めたんですけど、まあ、ただここで終わらせなければ自分の価値観など、まあ、この先のステージに進めないと思ったので、まあ、そこはもうこの2ラウンドでしっかりと決めようと攻めましたね。はい。I didn't know it's just the second round, so it was my timing. But to be able to reach my status up at the top, I need to win this fight. So I just decided to make this fight finish at this moment.そして2年7ヶ月前、ドラマイン埼玉と言われた大激闘でした。今回も同じような試合になるのではないかと多くの人が思ったと思います。圧勝でした。どんな気持ちですか。まあ、自分はもうやる前から、必ず言葉にしていたのが、ドラマにするつもりはないと、この試合は圧倒的一方的に勝つんだという思いで、自分はもうプレッシャーをかけてこの試合に挑みました。まあ、なのでこの結果になって自分は本当ほっとしますし、またこの先一つ上のステージに行けるのかなと思います。 What I say about this fight is this is it. No more drama in this fight. This word is magic for myself as well. I pressured myself and I did it. そしてドネア選手が退場されるときに、ここスーパー埼玉スーパーアリーナが大きな拍手で包まれました。一番のライバルと言っていいんじゃないでしょうか。ドネア選手にも一言お願いします。そうですね、ドネアがいたからこそ自分はこのバンタム級で輝けたと思いますし、そして WBSS の決勝から、今日まで、ドネアがまた WBC に返り咲いて、このリングに2人で上がったことがまず、この感動を生んだと思うので、本当にドネアに感謝したいと思います。はい、Without no needle, I can't do this at the final of WBSSAnd 2 years and 7 months later, he won WBC belt and came back to fight against me. That's why we are here, and that's why I could have been shined like this. Thank you so much, Nonito, for everything. そしてコロナ禍も少し落ち着いてきて、これから井上尚弥選手がさらに暴れ回る姿を皆さん楽しみにしていると思います。今後の展望をお願いします。はい、まず、自分が目標としている4団体統一、その統一戦が年内叶うとするならば、まだバンタム級で戦います。そしてその4団体統一が、困難もしくは叶わないとするならば、スーパーバンタム級に上げてまた新たなステージで挑戦していきたいと思います。 My aim is to be an undisputed champion. If I can do that within a year of 2022, I would love to stay in this division. But if I can't, I am capable of raising my division and fight again for the upper division. それでは最後にファンの皆さんに一言お願いします。皆さん、こんなにも多くの、声援、そして、埼玉スーパーアリーナまで、足を運んでいただき本当にありがとうございました。 Thank you so much everyone for coming to the venue to see my fight. Thank you so much for everything. この先も、ここにいるファンの方、そして今 Amazon プライムを見ていただいている方と、また最高の景色を見に行きたいと、自分はさらに上のステージに行きたいと思いますので、皆さん今後も期待して応援してください。ありがとうございました。見事3団体統一を果たしましたモンスター井上尚弥選手でした。井上尚弥は一体どこまででっかい夢を我々に見せてくれるんでしょうか。
今ご覧いただいているスローのシーンはこれは2ラウンドですかね。長谷川さん、はい、勝敗を分けたところはどのあたりになるんでしょうか。まあ、やはり1ラウンド目にいいカウンターで、ドネアがダウンしてしまった。そして2ラウンド目は焦ってやっぱ出てくる、はい、そこに井上選手が冷静にパンチを合わせてまとめたところかなとは思いますね、はい、ただドネア選手もこれだけ井上選手がいいパンチもらっても、はい、最後には倒れましたけど、はい、何回も耐えて耐えて、試合を終わらせたくないというその強い気持ち、熱い心は僕は見えて感動はしましたね。山中さん、確かにね、はい、ドネアがこの一戦にかける思いというのは、はい、記者会見などから見ていてもちょっと並々ならぬものを感じましたよね。そうですね、会見軽量と近くで見させてもらいましたけど思いは伝わりました、はい、それでもやっぱりこの再戦で、絶対完勝してやるという井上尚弥選手の気持ちが、はい、まず1ラウンド目から、思い切ったスピードのある右でまずダウンを取りましたし、はい、それから2ラウンド以降多少ドネア選手も聞いてはいましたけどまだパンチが残っているという中で力強い攻撃の中で井上選手も相手のパンチをしっかりとカウンターを意識しながら戦えてたんでそこが素晴らしいなと思いましたね、はい、勝った井上の肩と腰には3本のベルトが巻かれました。残りはあと1本。 WBO のベルトは現在イギリスのポール・バトラーが持っています。そのポール・バトラーとの戦いが実現して4団体統一戦があるのか、それともまた上の階級での井上尚弥を見ることができるようになるのか、夢は膨らむばかりです。あまりにもあまりにも圧倒的な強さを見せたこの井上尚弥、今埼玉スーパーアリーナのファンに応えています。この後アマゾン特別ブースよりこの試合を振り返っていきます。シックスパッドから伸縮性があり動きやすいウェアタイプが登場。運動しながら EMS で鍛えるハイブリッドトレーニングを実現。ジェルシートいらずのシックスパッドパワースーツ登場。圧巻の勝利を収めた井上尚弥選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや本当に素晴らしい勝利でした。今のお気持ちを聞かせてください。いやすごいプレッシャーもあったし夢みたいです。そうですか、はい、いやもうね井上選手今回はドラマにするつもりはないと、はい、でドネア選手に引導を渡すんだとおっしゃってたんでそんなにプレッシャーも感じてないのかなと思ってたんですが、やはりかなりありましたか。それは自分にプレッシャーを与えるために自分に言い聞かせるために言ってきた言葉であって、うん、ここ2戦ドネアもすごい素晴らしい試合を、練習してきているので、本当にプレッシャーもすごかったですけど、うん、ただ自分をこう活気立たせる、プレッシャーをかけるつもりでそういう言葉を常々言ってましたね。今回のファイトプランとしてはもうファーストラウンドから行こうっていう感じだったんですか。いやまず、ドネアは出てくるだろうと思って、はい、準備はしてたんですけど、うん、初っ端本当左フック、うん、ガードの隙間を割ってきて、飛んできたので、いやこれはちょっとしっかりと立て直さないとまずいぞっていう気持ちで自分も出たんですけど、それがうまく、当てはまったなっていう感じでしたね、うん。いや村田さん素晴らしい試合でしたね。そうですね、結果としてね2ラウンドで、早く終わってしまったっていうところあると思うんですけど、はい、相手の出方はあれ予想してた、出てくる戦略を変えてくるならばそういう出方かなと。僕はねもっと待つと思ってたんですよドネアが、はい、ではやっぱり彼もカウンターパンチャーなので、だからちょっとそこに初め目を食らったかなと思って、で左フック の、 あのタイミング軽く当たった時があったんで、あの辺りはどうだったのかな。自分が想定したのはドネアがプレッシャーをかけてきて自分に手を出させたところにカウンター、もうそれ一択かなと思ってたんですけど、そういう、ちょっといろいろ考えてる間にあのフックはもらってしまいましたね。先日お会いした時にお話を伺ったら、いやお互い手の内、ある程度は分かってるけれどもまたいろんな引き出し出しますよと、はい、どんな引き出し今日は出そうと思われてたんですか。
まあ、今日はもう本当に早いラウンドの決着も想定してましたし、まあ、早いラウンドの想定であればもうやっぱりスピードの差を生かして、あの当てていくっていう、まあ、引き出し云々ではなくもう本当に先に当てた方が勝負をつけると、まあ、いう展開かなと思ってましたね。最初のダウンを奪ったあの右クロスは手応えはありました？いや、あれは手応えなかったですね。やっぱ抜ける感じだったんで、ほうほうほう、まあ、しかも多分当たったところもテンプルだったと思うので、うん、本当に抜けた感じでしたね。でも村田さんはね、あの、まあ、右クロスでちょっと試合決まっちゃったかなというふうにさっきおっしゃってましたが、そうですね、テンプルというかもうもろに脳に直撃してるようなパンチでしたので、しかも打ちに行ったところで見えてないという感じで、だからもうあの一撃で、しかもラウンドの終了間際して2ラウンド目の井上選手のやっぱ詰め方、そこの良さも含めてですね、やっぱあの一撃、まあ、だから怒るべくして怒った2ラウンド KO といいますかね、あのやっぱり井上選手の実力が思う存分に発揮できた試合だったなと思いますね、はい、井上選手も先ほど終わったばかりでまだ試合を、ね、ご覧になってもちろんいないと思うんですけれども、はい、ちょっとここで振り返って見てみましょう、みんなで、はい、そうですね、その時のジャンプの心境なども、ね、交えながら、ね、ちょっとねお話を伺いながら見ていきましょうか、はい、決して、ね、井上選手、はい、ドネア選手が別に動きが悪いとも思わなかったんですが、いや正直、出だし10秒20秒30秒、はい、まあ、1分あたりまではめちゃくちゃ調子いいと思ってましたね。そうでしょう、目の感覚、足のステップなど、どうでしょう、前回のドネア選手より今回より仕上げてきてるなみたいなところはございましたか？当日計量そんなに体重を戻してなかったんですよ、はい、前回ほど、だから、まあ、そのまあ、スピード勝負に来てるのかなっていう、自分はちょっとそういう想定もしてましたけど、うん、まあ、かなりいい仕上がりで来てたなと。この辺の、ね、ドネア選手の左フックや右ストレートも、ね、もちろんもらってはいませんし、グローブの上からでも破壊力ありそうでしたけどね、まあ、やっぱりパワーはやっぱありましたね。これもまたね、もうこの辺では確実にいけるっていう感じでしたか？いや、それほどそこまで余裕はなかったですね。どうでしょう、このファーストラウンドにダウンを奪って、もう2ラウンド目これはもう勝負かけるしかないっていうようなお気持ちだったんでしょうか？いや、セコンドに戻って、行かないよって自分はセコンドに言い聞かせましたね。あ、そうだったんですか。自分の性格上出てしまうと思ったので、まあ、口にして自分をちょっと冷静にさせるという意味でも、セコンドには行かないよって言ってましたね。やっぱカウンターを警戒してたんですか？そうですね、はい、でも、もういけると思ったのはやはりドネア選手の、まあ、ちょっと足が言うことを聞いてないっていうところでもう行っちゃえと。それもありましたね、はい、そうですか。じゃあチャンプとしては2ラウンド目はまだ様子を見ようっていう感じだったんですか？まだそうですね、2ラウンド目なので様子は見ようかなと思ってましたね。どうでしょう、今日キーになったパンチはご自分ではどのパンチだったんでしょう？まあ、でもやっぱり1ラウンド目のキーになったパンチというか、あのタイミングで出せたっていう、ダウンを奪えたっていうのが一番のポイントかなと思いますね。改めて長谷川さん、はい、すごい試合でしたがいかがだったでしょうか？いや、そうですね、まあ、全てがすごかったんですけど、途中2ラウンド目ワンツーフック打ってるところで、まあ、距離とかの関係もあったと思うんですけど、ワンツーフックじゃなくてワンツージャブっていう、こうコンビネーションを変えたりしてるところがあったんですけど、うん、あれは井上選手は わざとああやってやったのか、距離の都合でやったのか、どっちなんですかね？あれはワンツーフックを打つつもりでいたんですけど、距離が合わず、うん、ワンツージャブに変えましたね。あれは、はい、それもしっかり当たっててダメージを与えてたので、ああいう冷静なところもすごいなと思って見てましたね。実況席からも強すぎるっていう声が上がってましたけれども、山中さんはどうご覧になってましたか？はい、まあ、スタートから確かにドネアのプレッシャーをかけながらの距離の取り方というのは絶妙で、少し迷った部分もあったかもしれないですけど、やっぱりこの一瞬の思い切りのいい踏み込みとスピードの差はかなりありましたよね。実際1ラウンド目も先にパンチを当ててダウンを取りましたし、そしてまた2ラウンド目入った時に、強引に行くのではなく、常に、相手のドネアのパンチを警戒しながら、攻めて、カウンターを警戒しながら攻めているように見えたんですけど、井上選手どうですかね？まあ、常に
警戒はしてましたね。ドネアのそのカウンターというのはやっぱり1ラウンド目ダウンを取って2ラウンド目に入ったところでも常に警戒はしながらやっぱ攻めてましたね。その警戒がありながらのあの凄みある攻撃っていうのはいや素晴らしすぎますね。もう本当に圧巻の一言だって。相手はあの根村さん5階級制覇チャンピオンのねフィリピンのフラッシュですよ。そうですね、あのパンチのタイミングっていうのはある程度分かった上でリマッチに臨んできていると思いますので、まあ、そのタイミングはあろうと関係ないよと、もう僕の一発が当たれば終わりだよと、まあ、そういうようなボクシング見せてくれましたね。やっぱり今回再戦ということで前回井上選手はもう目を負傷してしまったということもありなんかこう心残りの部分もあったのかなと思って、はい、もっと自分はいけるっていう確信があったんですか今回は。あ、心残りはありましたね。やっぱり前回のスタートの良さもやっぱり今日みたいな試合ができると思って臨んだ試合だったので、まあ、自分のやりたいことが、まあ、あのドネアの左フックで全てを失ったっていうものもすごいこの2年7ヶ月、まあ、悔やみきれないというか、まあ、その気持ちで今日臨んだので、はい、そういう意味では、まあ、今日は100点満点の試合と言っていいでしょうか。そうですね、もう100点つけれると思います、うん、はい。まあ、ご本人ねどんだけ意識してらっしゃるのか分かりませんがこれでおそらくパウンドフォーパウンド1位になるんじゃないでしょうか。まあ、そうですね、そこは周りの方が評価するところなので自分はそうなれば、まあ、歴史的にもすごく、嬉しいことかなと思いますね、いや村田さん間違いないでしょう、もうパウンドフォーパウンド。そう思いますね。ただこれからの動向も気になりますね。やっぱりこのまま4団体に向かっていくのか、はい、とはいっても WBO のチャンピオンじゃちょっとね物足りないでしょ まあ今日ほどのやっぱり、ね、緊張感が生まれないよね。そうですね、ってなった時にこれから先の動向やっぱ気になりますよね。ご本人としては4団体、まあ、せっかくここまで来たので年内できるならば4団体統一に向けていきたいなと思いますね。この階級の一番だっていうのをね、そうですね、考えてほしいですよね、はいはい、ということで、まあ、もう本当に数多くの方がご覧いただ、ね、くれました、ご覧いただきました。井上選手メッセージを一言お願いできますか。はい、皆さん今日はご覧いただき本当にありがとうございました。また皆さんと、次のステージに向かって、頑張っていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。